九州一周していきたいと思います。めっちゃ緊張する。5階5階5階の通路、約12時間の船旅。生ビール、生ビールは中と大がございます。中で、中で、はい、はい。今朝の7時10分前ということで、もうそろそろ北九州の新門司港に到着いたします。え、雨っぽい。なんかめっちゃ曇っとんやけど、とにかくめちゃくちゃ快適に寝れました。なんかたまに船やからちょっとだけこうぐらって揺れる時もあるんやけど、もう全然こんな大型やったら全然大丈夫でした。九州下船いたします。うわ、どんぐもりや。今日は宗像、道の駅宗像が第一チェックポイントになりますので、そこで朝ごはん食べたいと思います。やばいやばいやばい、左行きたいんやけど大渋滞、トラックで、さっき降りたトラックで。ちょっと待って、高速乗られへん。入れてくれるかな。無理やんな。どうしよう、無理や。今回はですね、新しいカメラをゲットいたしました。こちらです。じゃーん、見たことある人もおると思う、インスタ3601RS。 これが全部、見て、簡単に取り外しができて、カメラをなんとこれ360度撮れるのと、この通常の広角カメラに付け替えると綺麗な広角の動画写真も撮影できるっていう。そう、アトレイちゃんさ、なかなかこう乗ってる画像とか走ってる動画とかが一人じゃ自撮り棒じゃ全然撮れないので、今回はちょっといろんな画角からこのアトレイちゃんを撮影しようかなと思います。元からこのケースついとってさ、もうこれガチャってするだけで、ここのマイクがここにあるらしいんやけど、一応この風切り音もガードできて音もクリアになるらしいです。フェリー降りる時にここにちょっと無理やり結びつけたマウントで撮ってみたんですけど、その映像がこんな感じです。はい、それでは、福岡北九州下船いたします。うわ、どんぐもりや。2日目は福岡ということで、宗像、道の駅宗像が第一チェックポイントになりますので、そこで朝ごはん食べたいと思います。すごくない？こうやってさ、アプリで、うわ、すごっ！ 360 度撮れてて、このアプリ一つで簡単に編集もできるっていう。ほんまに360度撮れてる！下も上も。めっちゃコーヒー飲みたいので、どっかコンビニを探してよ。はい、道の駅宗像到着しました。なんかさ、九州最大級って書いてた。まだ、8時40分なんですけど、ここが開くのが9時ということで、みんな待っとるな。もうめっちゃ人気やん。お腹すいた。うわ、車中泊とかしとる。こんな暑いのに。360度をちょっとこのアトレイちゃんがこう走ってるのを映るように、なんかドローンっぽく撮れるらしいんよ。それをちょっと試してみたいと思います。さあ、どうでしょうか。ちゃんと撮れとるかはちょっと編集してみないとわからないんですけど、撮れとんかな。こんな感じです。今ですね、ちょっと
車に取り付けるマウントを持ってないので、ちょっと誰もいない土地で、あの運転席にカバンを置いて、そのポケットにぶっ刺して、絶対抜けないように奥までぶっ刺して撮影しております。なんかドローンが追跡しとるみたいに撮れるし、何よりも写真もすごい綺麗なような HDR 写真、なんか色鮮やかやし、なんかちゃんと暗いところも認識してくれて、なんか勝手にこう明るく鮮やかにしてくれるんよな。これはインスタ360のノーマルカメラレンズの動画で今から撮影しています。買ってきたちょっと中はもうすごい人がおって、なんか撮影も禁止らしいので、写真こんな感じで、なるほどね、鮮魚や、みんなさ、大きいこんなマダイとかで、奥にはお弁当売り場とかあって、なんかさ、見つけたこれ大好き、アナゴ飯、宗像さんなんやって、なんかヤリイカのボイル、酢味噌入りが売ってた。なんかもうふっくらとろとろでさ、だしが染み込んどる。あのアナゴのお寿司のやつの甘いタレが全体に、これで500円やって、店内手作りって書いてた。でっか、いただきます。何これ、なんかカニみたいにコリコリ、シャキシャキ、プリプリ、やっぱちゃうな。ちょっと、Google 先生、これ私行けますかね。あ、めっちゃ来るやん、こわ。これ私もしさ、うおー、これやばない、これ K じゃなかったらここ通したらあかんよ、Google 先生。たまにスパルタやねんな、Google さん。通れた。1000万。怖っ。宗像大社にやってきました。世界遺産に登録されとんやけど、日本最古の神社の一つなんやって。はあ、すごいな、これ一つの石からできとる。美しい。沖ノ島と並び、宗像大社境内で最も神聖な場所の一つで、神社に社殿が構築される以前の祭祀形態、広ひもろぎ、全国でも稀な古代祭場です。そういうことか。なんかゾワってした、鳥肌だった。お邪魔します。全身に鳥肌が立っとる。あの岩に囲まれとるあの木が神様なんやな。でこれさ、現在の社殿は伊勢神宮の木運んできて作られたものらしい。スタバでちょっと2時間ほど、もう3時前になってしまった。めっちゃお腹すいた。で、ちょっと
なかったんやけど、超福岡ローカルじゃないでしょうか、びっくり亭っていう、もうねめちゃくちゃ行きたい。もう写真からして本当に本当に美味しそうな店を発見しました。でこう調べたらなんか姫路の県民賞で取り上げられてて、もうそっからすっごい人気が最近また出て、ゴールデンウィークとかすごかったらしい。ランチ終わったら今日は宿は博多の天神やったかな、そこにちょっと面白いホテルを予約してるので、それもなんか楽しみなんやけど、夜はやっぱここ行くか、博多といえばのチェーン店。南福岡駅の前に来たんやけど。お疲れ様でした。どれ？あ、これ？着いた。うわ、めっちゃレトロ。着きました。なんと創業昭和38年。びっくり亭本家さん。ちょっとびっくり亭さん本当に美味しかった、一人前あの鉄板の量で800円で、ご飯が小で、小って言ってもめっちゃ大盛りやったんやけど150円なので950円、1000円以下で大満足。ちょっとここ数年で食べてきたご飯に合う定食のおかずでダントツナンバーワンやったかもしれん。ニンニクすごかった。ニンニクのタレでもタレじゃなくって塩系のがっつりしたタレなんやけど、もうそれが豚肉とあのキャベツの甘さと相まって、福岡何回も来たことあるんやけど初めてびっくり亭さん、ずっと知らなかった。ミレニアルズっていう、なんとこう見えてカプセルホテルに宿泊します。あ、天美様が、天美様こんなところにも、懐かしい。これがエレベーター。セットしとくと音なしでリクライニングが上がって
最後にですね、ちょっと博多の夜の街にちょっと飲みに行こうと思うんですけど、インスタ360 1X2 っていう360度に特化したカメラということで、手のひらサイズなので、なんかポケットにそのまま入れておいたりして手軽に持ち運べるカメラ。さっき紹介した方は広角カメラと360度カメラがドッキングした感じなので、より幅広い映像が撮れるんやけど、手軽に楽しみたい方はこの X2 をおすすめします。めっちゃ簡単に2分こうやって腕上げて撮ってるだけで、すごい勝手にアプリが編集してくれるので、それをちょっと試してみたいと思います。このまま2分間、朝食付き3850円でした。